はい、皆さんこんにちは、バンティフットのジュンです。さあ今日も始めていきますかということで、フットアクション。今日はね、何をやるかというとですね、バンティフットジュンのフラッシュバックぶらり旅ということで、初めてですねこれやるのね。これどういうことかというと、僕がですねジャマイカへ行った時のちょっと思い出を語っていこうかと思います。ということで、第1回目は初めてのジャマイカ編。初めてねジャマイカ行ったのはね2003年ですね。もう今でも覚えてます。もうあの時はね会社員だったんですよ僕で。もう全然年休っていうか、まあ、有給が2週間しかなかったんですね、僕持ってる有給がね。でどうしようと思って、実はもうその2003年の3月にジャマイカに行くもう切符を買ってたんですよ。もう飛行機のチケット買ってて2ヶ月前ぐらいに撮ってたんですけど、僕会社にずっと休むこと言わなくて、ジャマイカに行く3日前にすいませんっつって、2日後にみたいな、カナダで友達の結婚式があるんでちょっと2週間有給もらっていいですかって言って強引にもらったんですよね。それなんでカナダって言ったかっていうと、ジャマイカに行くっていうとちょっとなんか怪しまれるなと思って嘘ついてカナダって言ったんですけど、まあカナダ経由で僕ジャマイカ行く予定だったんで、まあカナダ行くと嘘をついて、まあ初めてのジャマイカ行ったんですけども、その初めてのねジャマイカは、じゃあ一人で行ったのかというと一人じゃなくてですね、なんと僕の相方 DJ プライムと一緒に行ったんですよ。その時は僕はバンティフットだったんですけど、 DJ プライムはアクシスっていうサウンドをやっててね、まあその時から結構仲が良かったんで、まあ初めてのジャマイカ一緒に行こうよみたいな感じで、でまあ一緒にですね、まあまず名古屋駅に行って、まあそっからね成田空港までねバスで向かうわけですよ。もう6時間かけて、もうその時点でも疲れてるわけですよ。でそっからカナダのトロントに飛びまして、でトロントからキングストンジャマイカに行ったんですけどね、まあその時本当にお金がなくて、トロントであれ何時間滞在したんだろうな、10時間ぐらい、もう空港で10時間滞在したんですけど、僕ね日本で買ったサッカーダイジェストをもう10回ぐらい読み直しましたね。もうそれぐらいもう荷物とかも取られるんじゃないかって言って、要はもうスーツケースをもう自分の椅子にしてですね、寝てたりとか、もうそれぐらいもう空港で、まあ、DJ プライムと一緒にいたんですけども、 DJ プライムはねタバコ吸うんで、まあ、外に出てたらマイナス10度なんで、もうカチカチになって帰ってくるんですね。もうなんかてんやわんやな感じで、じゃあもうそのマイナス10度の世界から、じゃあいざもう常に30度ぐらいのジャマイカに入ったんですね。さあもうジャマイカ空港着きましたと、もう飛行機からね降りたらですね、そのまま要はもうなんていうんですか、ああいう日本みたいに繋がってないですよ空港の建物に。とりあえず滑走路を歩くみたいな感じなんですよね。もう暑いんですよ、もう空気が、うわーもうジャマイカ来たなーみたいな感じになって、で一番最初もう難関が来るわけですよ。もうそのイミグレーションっていうね、何言ってるか分かんない、もう日本語しか喋れないからどうしようみたいな、しかも全然出れない、でも何言ってるか分かんないからこれどういうことなんだろうなって言ったら、もう泊まるとこを決めずに僕ら言ってたんですよ。泊まるとこが決まってなかったら外に出すことはできないみたいな感じで言われて、で DJ プライムのねもうどうやって出ようみたいな、泊まるとこ本当に決まってないしみたいな、てか泊まるとこ決まってもないのにジャマイカに行くって結構無茶苦茶じゃないですか。でもどうしようってなって、もう紙に愛車ハウスって書いたんですよ僕が。プライムも愛車ハウスって書いたんですよ。もう愛車ハウスっていうのはその日本人の女性の方がですね、オーナーの愛車ハウスっていうゲストハウスがあるんですけど、もうそこは知ってたので嘘ついて愛車ハウスって書いたら通ったんですよね。もう結構適当だなみたいな、そこ調べねえんだみたいな感じで、でいざ出ました。まあ、夕方のね4時ぐらいだったんですけど、もう出た瞬間衝撃だったのが、外に出る時の通路のねフェンスみたいなやつで囲われてて、もう外からジャマイカ人がジャパニーズみたいな、こっち来いみたいな、タクシーみたいな感じで
もう全員黒人なんだよ。ジャパニーズタクシーみたいな、俺の俺みたいな感じで、もう外出た瞬間にもう絡まれて、うわどうしようみたいな。でこっからもうお前どこ行くんだみたいな感じになって、いや決まってないからなんかホテルに泊まりたいんでみたいな、ちょっとホテルまで乗っけてってほしいって言って行ったんですよね。そしたらまあ一人のまあ良さそうなやつが、まあ、俺が乗っけてってやるよみたいな感じで、なんか日本人がいるあのホテルがあるからそこに行くぞって言われて、ジャマイカって、まあ、今ちょっと分かんないけど、その2003年、その当時はタクシーって前払いなんですよね。え、前払いだよねタクシー。僕は後払いでした。あ、マジ？僕は後払いでした。あの当時はあそこまで行くからいくらみたいな感じだったんですよ。その空港からキングストンまで行くのに3000ジャマって言われたんだな。あの僕もそうですね、そのお金は後で払いますけど、うん、大体3000ジャマって言われて、そうだね、僕も3000ジャマ、そう3000ジャマって言われて、今は3000ジャマ大体日本円で3000円変わらないぐらいです。あ、マジ？今は、はい、多分ね、その当時ね6000ぐらいだったと思う5000円とか6000ぐらい、高えなみたいな感じになって、まあでもそれでも分かんないから、まあ、とりあえず行くしかないと思って、でも後から聞いたら高えらしいんですよね。完全にもうぼったくられたまでは言ってないけど高い値段を請求されてたみたいな。でそのタクシーに乗ってですね、まあ行ったわけですよ、そのホテルに。そのホテルの名前がサンダースっていう、あ、ホテルなんですね。結構綺麗で、あ、いいじゃんいいじゃんってなって、ですぐ泊まれるよって言って入ったらですね、まあ外にレストランみたいなのがあって、まあ、プールもあるんですけど、そこになんと誰がいたかというと、レッドスパイダーのジュニア君がいたんですね。あとインディペンデントのジュンヤ君がいたんですね。あとは宮崎のまんじゅうがいて、であとはもともと湘南の風ではなかったけど、まあ、湘南の風と一緒に動いてたゴキ君っていう人がいたんですけど、まあそこでヤーマンさせてもらって、まあだけど行ったらもう僕らレゲエやり始めたばっかですからね、レッドスパイダーのジュニア君とかインディペンデントのジュンヤさんなんていうのはもうレジェンドですよ。もうめちゃくちゃ緊張して、まあ何も喋れんかったんですけど、まあそこに、まあプライムと一緒に泊まることになって、さあ、ジャマイカ生活、まあ2週間ぐらいですか、まあ何をやるってなった時に、まあ僕はもうダブプレートを取りたかったんで、とりあえずダブを取りたいと。でもどうやって取ったらいいのかよくわかんないみたいな。もちろんタクシーの乗り方とかも、もうわかんなかったし、どこにスタジオがあるかわかんなかったんで、先ほど、そのジャマイカに入るために、まあ嘘のホテルの名前を書いたり、まあ愛車ハウスのユミさんという方に連絡させてもらってですね、初めましてということで、ちょっとジャマイカ来て初めてなんですけど、ちょっとダブの撮り方がわからないんでみたいな、ちょっと一回アーティストに会わせてもらえませんかということで、ああもう全然いいですよっていう、まあそこでまあ成立してですね、まあ次の日に、愛車ハウスまで行ったのかな。で、その時に、まあ僕が初めてジャマイカ人のアーティストをですね、ダブ撮ったんですけども、その初めてのダブプレートっていうのが、シュガーマイノットだったんですね。シュガーマイノットのスタジオに行ったんですよね。シュガーマイノットのスタジオって、ユーツプロモーションだったかな。そこに連れてってもらって、もともとシュガーマイノットって、スタジオワンっていうところにいたんですけど、そのユーツプロモーションっていうのはそのゲットエリア。まあそこで若い子たちに、まあ、チャンスを与えたいということで、僕ねそこに行けたことが結構そのレゲエを今までやってきて、なんか一つの財産になってるというか、そのゲットーにやっぱりパワーを与えてるシュガーマイノットってすごいかっこいいと思ったし、スタジオもねかっこいいんですよね。もうああいうでっかいタグミキがあってみたいな、その前にボイシングルームがあってっていうところで、で初めて会ったそのシュガーマイノットさんはですね、もうめちゃくちゃバイブスが高い。どこにいるんだ俺のダブプレートを欲しい日本人はみたいな感じで、いやいやここにいるここにいるみたいな感じになったんですよね。で何の曲が欲しいんだみたいな、その当時ねあんまりお金持っててなかったので、もう1曲しか取れないんですけど、バニティというね、もうシュガーマイノットのバニティが欲しいですっていうところで、おー分かったっつって、もう取るぞみたいな感じになって、でもうエンジニアの一人ね、もういい音で撮ってやれよみたいな感じで言って、もうそのままシュガーマイノットがまあブースに行ってね、まあトラックが流れるわけですよ。まあ、そしたらね、まあ、やっぱりジングルとかも初めての経験なんで、うわめっちゃかっこいいみたいな、もううわーってなってね、もうずっとこうやってなってたんですけど、まあバニティを歌ってもらって、
エンジニアのブースの方に来た時にはですね、もう超どうだ日本人みたいな、ジャパニーズみたいな、いいチューン出た、ビッグチューンだよみたいな感じで、いいレコーディングができたなと。もう本当にね、まあ日本人の僕にも優しい人でしたね。だから本当シュガーマイの音に会えてよかったなと今でも思いますしね。もう初めてのダブがシュガーマイの音のバニティだったということなんですけども、まあそこからまあいろいろダブプレートの取り方を、教えてもらって、まあそうですね、その後はジョン・ホルト、まあエロル・ダンクリーとか取ったりとかですね、まああとレジー・ステッパーとか、結構その時に初めてのジャマイカ50万円ぐらいしか持ってってなかったので、ダブね12、3曲かな撮れたんですけど、でまあでもやっぱりその時ってまだアナログの時代なんで、要は CD とかじゃないんですよ。レコードにその音源を落とさないと現場でかけれないんですよね。でそもそもね、多分あの撮り方とか今はまあパソコンがあるんでデータとかでやり取りができるんですけど、その当時ってダットっていうあのカセットテープよりもちょっと一回りちっちゃいダットっていうのがあるんですよね。そのダットをスタジオに持ってってそこに録音してもらうっていう、そしてその録音してもらったダットをレコードに落とすかというと、まあ聞いたことあるかもしれませんけど、アローズっていうねスタジオがジャマイカにはあるんですけど、そこにそのダットを持って行って、その10インチダブプレートアセテート版にそのダットからミックスしたものを溝を掘っていくわけですよ、その音源を、まあ、それが本当ダブプレート。それをね、まあ、十何曲アローズに持ってってもうダブにしてもらった時は、あこれで俺もあのアローズのジャケット、そのダブプレートにの真ん中にアローズのステッカーが貼ってあって、そこにもうマジックでマッキーでタイトルとかを書いて、これを現場に持ってかけれるっていうね、まあ、一つのなんかサウンドとしての箔というか、アローズのダブプレートを持ってるサウンドはかっこいいとかっていうねのがあったんで、もうそれもめちゃくちゃ嬉しかったですね、本当に。